それでは、アイクロン3による、モーションの作成、その3を行いたいと思います。まず、グエンを出します。続いて、クリエイトから、クリエイトパーティーを開きます。適当に、やってみます。クリックしてダブルクリックで終わります。続いて、 パパッッッチチからピックパッチを選択します。ここの矢印部分でプラスボタンで押します。続いて再生を進めます。また、パッチでピックパッチを押してダブルキックで終わります。巻き戻します。 あらかじめ進めておきます続いて回転を押して違いました選択してから回転を押します成功しました巻き戻して再生をします回りましたそして アニメーションの一番上のところを押して、ムーブのこのキュートボークをクリックして選択します。レコードで赤い再生ボタンを押してやります。スペースキーを押します。ちょっと見えないので移動します。スペースキーを押します。 成功しました。バツボタンで消します。続いて。再生ボタンを。174に設定します。エンターキーを押します。バツボタンを押します。再生が短くなりました。巻き戻します。歩かせます。 成功です。これでアイクロン7によるモーションの作成、その3を終わりたいと思います。ありがとうございました。まだまだ続きます。最後にもう一回やります。成功です。ありがとうございました。まだまだ続きます。